iPhone で音楽を聴いてて何か臨場感がないなと思ったことないですか？その時にいいアプリがあります。ステージパス、ステージのチケットって意味ですね。これを使えば iPhone に入ってる曲がまるでコンサートホールにいるような感じで聴くことができますね。ライブハウスからアリーナまで、小さい場所から大きいところまで入ってますね。使い方、アプリケーションを立ち上げます。曲を再生させます。これだけですね。会場をタップしますといろいろな会場が出てますね。スリーキングス、デンバー、コロラド、アントンズ、オースティン、テキサス。好きなホールを選ぶことができますね。カーオーディオとかミニコンポには DSP といってコンサートホールのような状況を作り出すようなもの入ってますね。でも iPhone の場合もうアプリでできてしまうんですよね。 iTunes で買った音楽も大丈夫ですね。コンサートホールいっぱいあって悩みますね。 iPhone の音楽をまるでコンサートホールにいるかのように聞くことができるステージパス、おすすめですね。ヘッドホンで iPhone を使ってる人、さらにおすすめです。じゃあ一つずつ聞いていきましょう。まずこれがエフェクトなしですね。次にスリーキングス、いいですね。いろいろな音質で聞けますね。まあ中にはちょっとうるさすぎるもの、反響が響くものもありますけどね。音楽によって選んでください。ボサノバボールルーム、ボサノバを聞くのにいいのかな。ブルックリンボール、野球場なのかな、アメフト場。エレクトリックファクトリー、日本も入っててほしいですけど、なんかなさそうですね。武道館とか嬉しいですね、入ってると。まあ、とにかくいっぱいありますね。ぜひステージパス使ってみてください。